そういえば聞いたぞ。昨日お前ら俺の相方の裸見たらしいな。俺はこいつにはめられたんだよ。俺は水が目に入って何にも見えなかった。嘘つけ。弟の相方の裸見るとか、お前ら頭どうかしてるよ。あなたは私の弟ではありません。兄貴、こいつ殴っていい？ちょっと待って、なんで私だけアイスないの？冷蔵庫に入ってたアイス何個？3個。なんでお前ら食ってんの？食べたくて。そもそもそれ全部私が買ってきたアイスなんだけど。いらない。私は裸も見られてアイスも食べられておごってもらってもいいタイミングなんだよな。完全に切れた。おい、ちょっと待って。包丁ダメ。包丁ダメ。どけ。包丁はダメ。ごめんなさい。ちょっと悪ふざけが過ぎました。お前ら便所掃除な。明日から1週間便所と風呂掃除。え、やだ。お前ら小指切られるぞ。は？見ろ、俺小指微妙に短いだろ。少しずつ余所に切られてんだ。便所掃除やります。やらせてください。お前もだよ。え、お前も私のアイス食ったろ。え、マジ？小指出せ。やります。よし。え、なんでこの人小指切るの？いらない。